こんにちは。最近は、陸軍の連中が勢力を拡大してるね。確かに、グラフィックもいいし、面白そうだけど、ウォーサンダーはもともと空軍から始まったものだ。今こそ、空軍の面白さを伝える時だ。ということで、今回は開発システムと国別の解説だよ。1.37 になってから、開発システムが大幅に変更されたから、混乱する人が続出。リサーチポイント、何それ、美味しいの？しかも、ランクが20から5に引き下げられたからね。ウォーサンダープレイヤー大混乱。ということで、基本的なところから解説するね。おうよろしく頼むぜ。まず、これが機体ツリーさ。さすがドイツキツリー。数が多いな。ご覧の通り、ランクは5まであり。1は対戦前、2は対戦初期、3は対戦中期、4は対戦後期、5はジェット機枠といった感じだね。ジェット機を入手するのは大変そうだな。今までは、ランクを上げていくたびに、機体が解除され、お金さえ払えば機体を入手できたけど、これからは、このように、機体を選択し、リサーチを開始して、リサーチポイントを貯めて、ゲージを満タンにすれば、シルバーライオンで購入可能になるよ。ちなみに、一つの国でリサーチができる機体は一つまでだね。一機ずつ開発するという形だな。あと、ツリーごとの開発になるね。つまり、ランク4の BF109G6 を開発しても、隣にあるランク4のホッケウルフは、開発できないわけだな。ツリーごとの開発になるねー。だけど、開発する機体ごとに、リサーチポイント獲得値が増える機体が指定されてるから、早めに機体を開発したいときは、指定された機体で出撃すればいいと思うよ。大体は、開発機体の前の機体というわけだな。次に、機体の装備についてだけど、これも同様に、一つ一つリサーチポイントを貯めて解除する形だね。もともと購入した機体は、中古という形だから新品の装備を入手して、機体の能力を上げる形だね。このように、装備を入手すると、最高速度や上昇速度、旋回力などが上がったり、機銃の精度や安定性が上がったり、爆弾や追加武装が使用できるようになるよ。あとは、機銃の弾薬を変えることもできるよ。初期状態と完全装備状態を比べてみると、このような差があるよ。使えば使うほど、機体性能を上げることができるんだな。では、どのようにリサーチポイントとシルバーライオンを入手するか解説するね。戦闘において、敵航空機や地上、海上目標を撃破したり、敵飛行場を破壊したり、支配において、飛行場を占領すると、リサーチポイントとシルバーライオンが入手できるんだ。勝利することによって、リサーチポイントとシルバーライオンの獲得値も増えるね。敵をガンガン落とし、爆撃しまくって、勝てばいいんだな。報酬を多く獲得したいなら、そうするほかないね。そういえば、このフリーリサーチポイントってなんだ？課金通貨のゴールドイーグルを使って、使用できるリサーチポイントのことだよ。どの機体にも使用可能だよ。つまり、無課金者には関係のないものってことだな。その通り。せっかくだし、課金や上院スキルについて解説するね。おうよ。まずは、課金だね。ゲーム内課金通貨は、ゴールデンイーグルと言うんだ。ゴールデンイーグルの購入方法としては、ウォーサンダーのホームページへ行き、ストアのところにある、ゲットゴールデンイーグルを開けば、ゴールデンイーグルの値段表が表示されるよ。ざっと、こんな感じだね。では、ゴールデンイーグルは何に使えるかだけど、このように、プレミアムアカウントを購入できるんだ。最短は1日、最長は1年間のプレミアムアカウントが購入できるね。プレミアムアカウントを購入すると、このように、各試合の報酬が増えるよ。リサーチポイントの獲得値が2倍になり、シルバーライオンの獲得値が 1.5 倍になるよ。それに加え、機体に貼れるデカールの数が2から4に増えるよ。早く機体を開発したい人は、プレミアムアカウントを購入すればいいってことだな。あと、課金機体を購入することもできるよ。ほほう。つまり通常の機体より超絶性能の機体が買えるってわけか？残念ながら、そういうことじゃないんだ。このように、その国の試作機が購入できたり、敵国の旅客機や友好国の機体が購入できるんだ。あとは、主要5カ国以外である、フランス、オーストラリアの機体も購入できるよ。おお、それはそれで面白そうだな。このフランスの D520 とか、米国の XP55 という神殿もどきが欲しくなってきたぜ。それに、
課金機体の獲得シルバーと経験値は通常機より多いよ。課金服用機の250ゴールドから、ソ連がドイツから露獲した、ホッケウルフ 190DQ の7420ゴールドなど、値段はバラバラだね。結構な差があるな。あと、シルバーライオンを購入したり、フリーリサーチポイントに使うことも可能だね。機体の装備をゴールドで購入することも可能だよ。最後に、乗員スキルのポイントを購入したり、特定の機体のスキルを上げたりできるんだ。乗員スキル。なんじゃそりゃ？ということで、課金の解説も終わったし、次は乗員スキルについてさ。各スロットには、乗員が固定されてて、このように、スキルがあるんだ。操縦手、機銃手、地上整備員のスキルに分けられてるんだ。まずは、操縦手のスキルを見てみよう。上から、操縦手の視界。敵のアイコンを視認できる範囲だね。ただし、操縦手が操縦席から見てる、もしくは見える範囲までだけどね。次に、航空機自体の視界だね。機体を中心とした球形の半径の視界だね。つまり、360度すべての視界だな。次は、G 耐久値だね。操縦手のブラックアウト、レッドアウトになりにくくなるスキルだね。次は、具耐久時間だね。どれぐらいの時間、ブラックアウト、レッドアウトに耐えられるかのスキルだね。最後に、生命力だけど、操縦手自体の生命力だね。つまり、上げれば操縦手が死にづらくなるんだな。戦闘中に、パイロットが死亡しましたが、出たりするけど、それが出づらくなるということだね。では、次に機銃手。上から、砲手の数だけど、これは、後部機銃がある機体のみに適用されるね。砲手の数だけ、機銃手が正常に働くね。砲手より多くの機銃手がいると、ペナリティが発生して、効率が下がるね。ということで、その機体にいる機銃手だけ増やせばいいね。最高でも B17G の9人しかいないから。現状、10人にする意味はないね。次に、射撃精度だね。どれだけ、正確に射撃できるかのスキルだね。次に、射撃拡散値だね。射撃時の拡散をどれだけ抑えられるかのスキルだね。G 耐久値、G 耐久時間、生命力は先ほどと同じだよ。それが機銃手になるだけということだね。次は、地上整備員だね。上から、修理速度。飛行場に着陸した時に、どれぐらいの速さで機体を修理してくれるかのスキル。次に、ランク修理。スキルがランク以下しかない場合、修理速度スキルが適用されないか、遅くなる。次にリロード速度。弾薬や爆弾の再装填速度についてのスキルだね。アーケードをやるなら、上げといた方がいいね。最後に、治療速度。重心が焼き付くのを抑えてくれる。つまり、スキルを上げれば、長時間射撃できるということだな。次に資格だね。シルバーライオンを払うことによって、エクスパートにすることができるんだ。その効果として、操縦手の視界、航空機自体の視界、射撃精度、射撃拡散値、修理速度、リロード速度のスキルが30上がるんだ。エースは、ゴールドを払うことによってなれるね。効果としては、先ほどの30が50に上がるといった感じだね。最後に、加速された訓練だね。ゴールドを払えば、スキルポイントが購入できるよ。ちなみに、機体のスロットの追加費用は順に。1万シルバー、5万シルバー、200ゴールド、500ゴールド、1200ゴールド、1800ゴールドの順だね。ふむふむ。課金すれば、最強になれるわけではないけど、プレイ時間を短縮することはできるんだな。ということで、以上が課金と乗員スキルの解説だよ。おう、ありがとうな。それで、国別の解説は？時間がないから次回で。では、ちょ、待て解説しろー。皆さん、ご視聴ありがとうございました。